歌声はミルフィーユ。お断りします。ダメだね。ダメなことあります？あるね。私にパラボラのサポートは務まらないと思います。なんでそう思うの？君にアカペラを教えた私が大丈夫だと言っているんだけど。レベルが違うからです。大学ナンバーワンのバンドに混ざっても迷惑かけてしまうだけなんで。レベルが違うのは否定しないけど、アイリはピッチも大きく外さないし、リズムも悪くない。コーラスの声質的にも良くも悪くも主張しない。外しても目立たない受け身の技術がきちんとある。演奏のレベルを落とさず維持するという意味では、アイリは一定のレベルにあると思うよ。何回も私たちと一緒に練習してるから、一から譜面を覚えてもらう手間もない。サポートで入ってもらうには最適だ。褒めてるよ。そうなんですか。褒められてる気は一切しませんでした。混ざって溶けるコーラスというのはアカペラの一つの回だとは思うからね。水木さんが欲しいのはもっと子が主張するコーラスですよね。うん、そうだね。じゃあ別の人探せばいいかと。アイリ、実はどうやら私はなぜか嫌われてるらしくてね。なぜか？来週のライブに急に呼んで来てくれるようなコーラスがいないらしい。そこで私を慕っている後輩であるアイリに頼ろうと思って。慕ってる？何せ中学生だった君とレイにアカペラの基礎を教えたのはこの私。いつまで言ってる？3年間定期的に練習に呼んでアカペラの機会を与えたのはこの私。それは余っている機材を格安で譲り、手まり沢高校アカペラ部創設を助けたのは他ならないこの私ね。わかりました。1回だけであれば。ううん、3回。3回ね。ごめんね、アイリー、だるかったでしょう。はい、とても。水木はアイリーに慕われてると本気で思ってるから。すごいですね。でも私もアイリーと一緒にアカペラやれるのは嬉しいよ。迷惑かけないように頑張ります。あっちゃんさんパラボラやめちゃったんですね。あ、うん、そっか。アイリーとレイはあっちゃんと仲良かったもんね。はい、丁寧に教えてくれたので。ゾイさんは寂しくないんですか？まあ個人的に連絡取れるし、パラボラから人がいなくなるのは仕方ないというか。演奏に求められるレベルが高いし、あっちゃんもしんどかったろうしね。まあ私だってタマだって水木の求める基準を下回ったらクビになるかもしれないわけだし。それでいいんですか？乗りかかった船と言いますか。ほら、キコの勢いって言うでしょ。日本人でもあんまり言わないと思いますけど。そうなの？私はそんな環境でやるアカペラなんか嫌です。うん、だよね。それがいいよ。来ないで済むならこっちに来ない方がいいね。ん？アイリー、まだいる？あ、はい。私もう帰るけど、駅までタクシー一緒に乗せてってあげようか？レイラの SNS チェックしてくれてるの、ありがとう。写真、全然いいよ。全然アップして大丈夫。嬉しい。ありがとうね。気をつけて帰ってね。またね。バイバイ。お疲れ。バイバーイ。ごめん、待たせた。あ、いえ、お構いなく。すごいですね、人気。ん？まあ、ちょうど女子大生あたりがターゲットユーザーだし。インフルエンサーを名乗るならこれくらいはね。あ、てか次のライブアイリがサポートやんの？あ、はい、そうみたいで。かわいそうに。あんた高1でしょ、まだ。はい。入るならセカンドか。少し譜面簡単にしとくわ。ありがとうございます。アイリは水木苦手でしょ？ん？はい。わかるわ。なんでレイラさんって水木さんと一緒にいるんですか？わかる。不思議でしょ。はい、
レイラさんは一人で何でもやれる人じゃないですか。わかるわ。なのになんであんな腹立つやつと一緒にやってんのって感じよね。気に食わないけど、あいつと組むのが一番成功する確率が高いって分かってるからここにいんのよ。人間性は終わってるけど、実力は信用してるから、あれで詳細もある。ブランディングも徹底してる。パラボラは法人化してすでに収益を上げている。アカペラというマイナージャンル、さらに学生バンドでこの現状、大したもんでしょ。そうですね。全部手に入れたいから、私。あんまピンときてないでしょ。正直言うと、将来とか成功とかあんまり興味が持ててないので。わっかーい。じゃあここからは音楽家としての私の考え。アイリもさ、アカペラやってるならハモった時の気持ちよさってわかるでしょ。それはわかります。私超天才じゃん、正直。はい。基本アカペラやるときって合わせてんの、周りのレベルに。譜面作るのも一緒、ちゃんとメンバーの実力に合わせるわけ。私が全力で音楽に向き合ってようやく到達するライン、その領域でハモれる。パラボラでのアカペラはね、プレイヤーとしてアレンジャーとして、私は一度それを知ってしまった。もう戻れない。私が好きなアカペラとはちょっと違いますね。だろうね。お、ラッキー、タクシーあそこ会計中じゃん、あれ乗ろ。あ、はい。え、やっぱりパラボラに参加なんだ。サポートとはいえそれは緊張するね。ううん、無難にやってくるよ。私に求められてるのってそういうことだと思うから。せっかくの機会だから何か見つかるといいね。何かって何？なんだろう、そうだな、愛理が作りたいアカペラ部のヒントとか見つかるかもしれない。水木さんから？あるかもよ。どう？初アカペラライブ緊張する？大丈夫そうね。アイリは？なんとかなると思います。ちょっとお腹痛いくらいで。さすが、アイリは大物だね。私ちょっと主催者に挨拶行ってこなきゃ。私も行こうか？いや、来なくていい、余計なこと言うから。リーダーなのに。おとなしく座っといて、他のバンドの人にも迷惑かけないで、目立たないで。ゾイ、水木を見てて。何もしないよ。お疲れ様です、よろしくお願いします。お、あれは有名な人なんですか？なんかみんなの視線が。ちょっとね、界隈で最近結構評判聞くんだよね。壮大のリードボーカル。演奏聞いたことあるよ、うまいし花がある。まだ1年なんでしょ？そうそう、確か名前は戦国吉歌。はい。会いたかったよ。は？水木、何してる？余計なことしないだろうな、あいつ。あ、パラボラの水木さんですよね、有名人。うん、そうだよ。いやすみません、私アカペラ今年からなのであんまり詳しくなくて。パラボラさんも今日初めて聞くんですよ、楽しみ。うん、楽しみにしててよ。はい。ところでパラボラに入らない？え？お、ま、バカ！ライブ前に他のバンドを引き抜くやつどこに？いいですよ。歌声はミルフィーユ。